そのままにしといたら多分そのままになってしまうのかなと思って、で今日、うん、原田さんが神戸行って、はい、あの現地の方にいろいろお話聞いた中では、あの実際神戸にあの場所に住まれてる方も結構人が入れ替わってる、つまり引っ越したりとか、はい、あと別の新しい方が入ってきたりするし、で17年経ってるんで、まあ、高校生はもう知らないんでしょうね。そうか、経験してないんですよ。生まれてない、生まれてない人もいるんですよ。でこれから生まれてなかった人が増えていくわけでしょ。そうですね、でそれをいかにこう、はい、自分元として捉えられるような形で、その記憶をしっかり記録して、はい、うん、行くのかということと、あとは今日阪神淡路大震災に学ぶってしたのは、はい、その 記憶というのをもう一度みんなで呼び起こそうじゃないかというところもあって、これをね、あともう多分17年後には東日本大震災が学ぶ日というのは多分出てきてるのかもしれない、はあ、うん、はい、ということで、そうですね、深い話をしていきましたけど、ちょっと印象に残ってるのが、そうですね、まあ、あの人それぞれ、まあ、減災の方法って人それぞれだと思うっていう話をしていて、そうですね、まあ、人によって大事だなって思うものとか、逃げるときに持っていくものとか全然違うと思うんですよね。なんかこう人によっては本当商売道具が命よりも大事だって思う方もいるし、なんかこう人によっては家財道具の方が守りたいって思う人がもしかしたらいるかもしれないし、それぞれ自分にとって何が大切なのかっていうのを考えるっていうことがね、何が正しいっていうことはないんだっていうことを改めて感じましたね、この時の話で。まあ、確かに命が一番に大事だっていうのはもう万人の方が思うことかもしれないですけど、そうですね、揺れもいろいろあるじゃないですか。もう一瞬のすごい揺れで倒れてきて亡くなってしまうケースとかもあると思うんですけど、津波、それこそ津波が来て亡くなってしまうということもあるかもしれないですけど、それよりももうちょっとワンランク下の地震も来るかもしれないわけですよね。ただ物が全部壊れて終わる地震ももしかしたらあるかもしれないし、でもそれは立てつけておけば防げたかもしれないし、物が壊れるっていうだけでも私はすごい嫌だなと思うし、なんかそういう意味でも一つ一つ積み重ねていけば大きな減災になるかもしれないですよね。どんな地震にもできれば対応できたらいいのが一番の理想ですけど、まあ、少しでも防いでいきたいですね。はい、ということで、まあ、ちょっと深い話していきましたけど、続いていきましょうか。水曜日は、水曜日も結構大物ゲストでしたね。では行きましょう。森田さんでした。どうぞ。自分の五感予報を上げなきゃいけないとかっていう、そういう意識することではないと思うんですね。もう自転車と同じですから、最初乗るときにはこうおっかなびっくりですけど、乗り始めたら誰でも乗れるというのと同じですね。続けていくっていうのも必要で、そこはどうしても重要になってはきますね。そうですね、はい。でまあ、あと自転車のね、プロになりたいんだったらやっぱ競輪選手のですね、トレーニングは別個に必要ですけど、まあ、自転車に乗るっていうレベルで全然問題ないです。ご飯を食べる箸の使い方だと思っていただければいいと思います。なるほど。じゃあもう、まあ、やっぱりこれからさらに、はい、天気予報をもっともっと良くしていくには皆さんのリポート報告は不可欠ということですか。はい、もう皆さんと一緒に作る自分自身のための自分の天気予報をやっていただく、それはもう一緒にウェザーニュースとやりませんかっていうことだと思うんですよね。はい、はい、いいですね。これもいい話でしたね。なんだろう、森田さん、まあ、天気予報は伝えてもらうものじゃなくて自分たちからも変えていけるものだっていうお話だったんですけど、なんかね、当初森田さんをゲストにお呼びするとき、森田さんがモーニングを澤田さんとやってたじゃないですか。そこから予報センターにちょっと専属になられて、まあ、ちょっと環境の変化があったわけですけど、そこについてちょっといろいろ聞こうかなと思ってたんですよ。
最初は特にないって言ってましたからそんなに服装だけだって言ってましたからね、そんなに変わらないっていうことは言ってましたけどだからその話はそこまで深くは聞かない方がいいなと思ったので、いろいろとね天気予報について、深い部分のお話しさせていただきましたけど、いや森田さんもねいろいろと面白いですね。なんですかね、自然体ですね本当ね。聞いてほしくなかったのかな、いやそういうわけじゃないと思います、本当になかったんだと思います、うん、森田さんにとっては同じことなんですかね、まあ、ちょっとなんていうんですかね、内容は確かに違うかもしれないんですけど、 そうなんですよ、そこまで大した変化じゃきっとないんだと思います、森田さんの中で器がダイナミックレンジが広いので、多分スタジオから予報センターはもうほんとちょっとほんのちょっとの変化なんだと思います、うん、ちょっとエレベーター乗って場所が違うぐらいなんでしょうねはい、さあということで、水曜日は森田さんにゲストを来ていただきました、木曜日はこの方でした。日替わりのコーナーでおなじみの方でしたね、この方しらせ環境プロジェクト、三枝茂さんにこちらお越しいただきました、まあ、一般乗船を、今週末土曜日に再開するということで、あ、28日ですね、そこで再開するのでそこにかける思いっていうものを語っていただきました。では VTR です。またね、あと動くっていうこともなんか言ってらっしゃる方意外とおられますけれども、はい、まあ、動く可能性ということもやっぱり考えて、この宮部さんも宣言してましたからね、はい、そうですね、動かすということは、はい、考えてますので、これ話進んでるんですか、いろいろと、進めてますよ、ね、ハードルが本当に高い部分、まあ、宮部もおっしゃってたかと思うんですけれども、はい、高い部分はあると思いますけれども、まあ、実現できるように今頑張っていこうと思ってますけどね、しらせが行くとしたらっていう、どこに行くっていうのはまだ言わないです、行く場所はですね、いろいろ考えてます、最終目標、夢は北極海というところに当ててます、フォーカスを当ててます、北極海へ自分で走っていくというのが、まあ、一番の夢なんですけれども、北極海なんですけれども、はい、まあ、最終目標という格好でいますけど、まあ、自走するにもいろいろお金かかります、それに共感していただく方はたくさんやっぱり必要だと思います、ですので、まあ、そういう方々が、まあ、この乗船の中で、まあ、たくさん来ていただいてもいただけるとまた嬉しいなという思いで、まあ、これからの乗船を始めていくという目的もあります。そういう方々が見つからないかなという気持ちもあります、はい、あとなんかコミュニケーションから生まれるものもあるかもしれないですね。そうなんですよね、はい、そう、維持とかですね、はい、多分その乗ってからいろいろ聞く話かなと思いますので、それまではちょっと楽しみにしていていただければ、それはまた宮部の方から出てくると思いますのであるかもしれないですね、興味ある方ぜひ、いやー、しらせいよいよ一般乗船が始まるということで、三枝さんにとっては嬉しい話なんじゃないですかね、三枝さんにとっても、まあ、どうなんだろう、しらせに興味のあった皆さんにとってもね、はい、まあ、今回も、そうですね、しらせ乗ったことない方は一回は乗ってみてほしいですね、いろいろと、去年まで一般乗船やってたっていうのもありますし、去年毎日やってたのかな、毎日やってましたし、あとイベントでしらせウィズしらせもあったりしましたし、小名浜もにも行ってますし、結構広い範囲のエリアの方来れた機会あったと思うんですけど、それでもね、なかなかまだまだね、知られてない部分が
たくさんあるんじゃないかなと思うので、ぜひ一度は乗ってみていただきたいですね。私もねそうたくさんの回数は行ってないんですけど、いつ行ったかな、しらせえびずしらせの時も行きましたね。しらせ、あの2つのしらせが並んだっていう、5003と5002が一緒になってた時に行ったんですけど、あの時もすごい良かったですね。まあでも5002はなかなか今出回ってる船で乗れるものとしてはなかなかね乗る機会がないような船だと思うので、ちょっとねレトロな感じも良かったりするんですよね。歴史を感じますよ、うん、なんかあの行ってみたいですか、ぜひ行ってみてください。ちょっとあのね古い分あの立て付けが何ですかね、5003の方は割とマンションチックなんですよ。階段とかも結構あの建物に近い感じなんですけど、今の建物に、あと5002の方はあ昔の船って感じがするんですよね。船の中って感じがすごいするんですよね。なので船って感じでした。いや本当そうなんですよね、うん、なので本当に結構ね広いから時間もかかるし、1日とまでは言いませんけど半日くらいは楽しめると思いますよ。特に船好きのお子さんとかと行くと喜んでくれると思いますね。なんかね、はい、もちろんあの一般乗船はあのスタッフがもう詳しく事細かに説明しながら歩いてくれると思うので、はい、どこからですね応募するのかというと、あのウェザーニュースのサイトの方でしらせ専用のサイトがあるのでそちらから見ていただければと思います。下のバーの緑のバーの乗船のお申し込みというところから進んでいただければ予約のページに行くと思います。あまだ行けますね、2人ぐらい行けるんじゃないですか、三角ってことは 2,3 人、うん、ぜひぜひ28日、あとそうですね、あの隔週でやるということなので、うんうん、月2回のペースということなので、まあ、興味のある方は応募してみてください。乗船あの階段が、まあ、先ほどもお話ししましたけどちょっと階段がですね急な部分がたくさんあるのでそちらも登っていただかなきゃいけないかったりするのでハイヒールは危険ですので履いてこない方がよろしいかと思います。私もヒールは行ってないですね、ペタンコのブーツとかぐらいだったら大丈夫だと思います。スニーカーとかの方がいいですね、うん、いやー知らせ船橋港に行ってみてください。何ですかね、あとあれもちょっと見物ですね、ソライロアート、うん、あの空間もまだそのまま残ってると思うので結構直しながらねそのまま維持してると思います。はい、あれも見てない方はぜひ、特にリポーターの方リポートしてくださってる方は感慨深いものがあるかもしれないですね、あれ見たときに。もうそれぞれ皆さんが送ってくださったリポートで全部作ってますから、あれもいいですよね。あれはずっと残していきたいですよね。またなんかプラスアルファなんかできたりしないんですかね。そういう話は出てないのかな。まああれ完成じゃないということなので今後の、 追加情報も気になりますね。あとね三枝さんもおっしゃってましたけど動くかもしれないっていうあの話も気になりますよね。今後イベントももしかしたら新しくあるかもしれないし、あと何ですか、動いて北極に行けるかもしれないっていう話が出てるってことなのですごいですよね。
ね、まず動かすっていうことがまずハードルが高いものがきっといろいろあると思うんですけど、そこを乗り越えた時にドッときますね。エンジンがそっか動けない、今の状況じゃ動けないってことなんですよね。引っ張ってもらえれば動けるってことなんですけど、奈良にも行ってほしいですけど、奈良は海がないんですね。残念です。ああそれは物理的に無理ですね。はい、まあ、ちょっとそうですね、まあでも北極の方がすごいと思いますよ。北極行って何をするのかっていうところも気になるところですけど、はい、まあ、交互期待ということで楽しみにしててください。一般乗船もまた動くとかいう話になってくるとまた一般乗船できなくなるかもしれないので、今のうちにぜひ興味のある方乗っておいてくださいね。では続いていきましょう。ラストですね、金曜日、あ、伊田さんじゃないですか、ガールズナイトの日じゃないですか、ということでもちろんゲストは女性です。交通気象センターの高島留美子さんでした。どうぞ。すごい、高島さんっていつもこうなんかニュートラルというか、そんなにこうガッとも上がったりすごく下がったりもなく、いつも冷静にこうなんて言うんでしょう、キャリアウーマン的な淡々とこうこなされるっていう印象なので、なんかそんなに緊張もガーッとか出てないですよね。いやいや、そんなことないですよ。そうですか、うん、裏ではもう相当怒ったりしてますか。もうしてますし。なんかそんな激しい高島さんを見る機会がないので、じゃあちょっとね、せっかくなんでいろんな質問しながら高島さんのことを下げていってみようかなと思いますよ。今日も出ました、来たー、ガールズトークに欠かせないこちらのボックスからどうぞ高島さん聞いてください。行くんですか、はい、ガールズトーク、はい、この中で引いたものをお話ししていただきます。これにします、はい、じゃあ開かせていただきます。ででん、こういう男が、こういう男性がモテる、あります、こういう男性がモテるっていう、こういう男性がモテる、高島さんの中の定義というかですね。あ、私の中でいいですか。あ、もちろんです、はい、まずは、はい、まあ、一緒にお酒を飲んでくれる人とか、ね、お酒が飲める人の方がモテるっていう感じですか。ポイント高いと思う。あ、高島さん的にはもうポイント高い。私的には、はい、うん、まあ、それが第一条件みたいな、まあ、まずそこからコミュニケーションが生まれるかなっていうのもあるので。あ、なるほどね、はい、うん、お酒ね、飲める人はやっぱり相手も飲めた方が楽しいって言いますもんね。うーん、今まで結構こう過去の経験上デートって言ってやっぱ飲み屋さんというかお酒飲みます、絶対。うん、そうですね、なんか、まあ、普通に居酒屋さんみたいなところも行きますし、ていうか、うん、おしゃれなところよりは、はい、そういうお店で、あー、新橋系な新橋系っていうのか分かんないけど、さすがに新いいですね、高島さん。高島さん結構話しましたね。結構その辺は隠してるのかなと思ってたんですけど、もういや、いいと思います。いいと思うというか、いいですね。そのままお酒が好きっていう、はい、スキーとお酒と温泉が好き。あ、スキーはまあ私もね、温泉、まあ温泉、まあいいんじゃないですか。うん、いいと思います。私もいいな、うん、いいと思います。温泉、お酒、好き、うん、いや修行じゃないですよ。私ですか、いやいやいや、普通に好きですけどね。修行っていうのはすごい強いってことですよね。いや結構確かに暴走しちゃいますけど、それは弱いからするんですよ、多分。弱いから暴走しちゃうんだと思いますよ。うん、なあ、でも高島さんの私服姿いいですね、新鮮でしたね。
あんまり、あ、でもね、あの会社に、会社というかウェザーニュースに来てから、予報センターと交通気象センターの方って着替えてたりするんですよね。なので私服で出社してらっしゃるのをよく見かけてて、私、高島さんおしゃれなんですよ、スタイリッシュなの、かっこいいんですよ私服が。あ、なんかね、そう、ズボン短いっていうのもあるんですけど、なんですかね、小物使いがね、おしゃれさんですね。ストール何種類持ってるんだろうって思うくらい持ってらっしゃいます。おしゃれな方は小物がね、おしゃれですからね、うん、なのでちょっとね、そういう姿も皆さんにお見せしたらまたファンが増えるかもしれないですね。高島屋さん、高島屋では買わないんじゃないですか、どうだろう。もう木田さんみたいなこと言いますね。はい、ということで、まあ、相変わらずこうガールズトークはいいですね。ちょっと真面目な、普段真面目な方ほどちょっと面白いですね、崩していく感じがね、まあ、そういう日もあってもいいと思います、たまには。そうですね、時折ちょいちょい私も挟んでいけたらいいなと思いますけどね。はい、ということで1週間振り返っていきました。皆さんありがとうございました、お付き合いいただきまして。それでは、続いての日付変わってすぐは日本一早い天気予報をお届けしてまいります。
日付が変わりまして1月23日になりました。それではこのコーナーです。日本一早い天気予報ウェザーニューストデイ。さあここからはこのスタジオからお届けしていきます。今私の背景にある雲風景は幕張のお天気カメラの映像です。今現在は幕張はそうですね、特に雨もなく、まだ路面が濡れてるかもしれないですけど、まあ降水はありませんね。ただ雲がちょっとまだ出てるのかな。さっき外に出た時私は星が見えてましたけどね、まだ雲が出たり出なかったり、取れたり取れなかったりっていう具合ですかね。今なさそうですかね。はい、なので回復はしてるようなんですけれども、まあ、このお天気のいい状態がいつまで続くのかっていうのがね気になるところではあります。さあそれでは皆さんのリポートで全国の今の状況を見ていきたいと思います。ではご覧ください。まずは北海道根室市のエトピリカさんからのリポートです。こんばんは。午前中から湿った雪がちらちらと降ったり止んだり、積もるほどではなく路面を濡らす程度でしたが、夕方以降路面は白くなり、今は積雪5センチほどに。雪も風も強まっています。これから本格的になるのか、いやすでに吹雪か。東寄りの風で湿った雪が窓を濡らし、猫小屋にもへばりついていますということです。へえ、これ写真の家猫小屋なんですね。ワンちゃんじゃなくて猫なんですね。へえ、不思議。なんか猫は人間と一緒の家にいるもんだと思ってましたけど、へえ、猫用の小屋があるということです。はい、まあそこがポイントじゃないんですけど雪がね確かにへばりついて、まあ湿ってる雪だから余計にへばりついてしまうんですかね。はい、まあ、もう急に5センチぐらい積雪してしまったということです。吹雪いてるということです。続いていきましょう。続いてはこちら愛媛県です。宇和島市のヨロピーさんからいただきました。昨日の夜の霧は朝には引いていました。お天気も回復しましたが、夜になって小雨が降り始めました。いよいよ、日付変わって今日からさらに冷え込んでいきそうです。火曜日は雪や凍結が心配ですねということで、いろいろと、ちょっと時系列渡って書いていただきましたけど、そっか、ちょっと雨が降ってるということです。確かにちょっとですね、凍結こちらの、そっか、濡れた路面だとね、さらに冷え込んでくると凍結も心配ですが、どうなんでしょうか。続いていきましょう。栃木県栃木市の増尾事務長さんからのウェザーリポートです。タイトル、久しぶりの星空。あ、増尾事務長さん、チャットにもいらっしゃいますか。写真は南の空、頭上には星空が広がっています。地上は先日までの雨の影響もあってちょっと湿度が高めなのか、街明かりで地表近くがぼんやりと明るい気がします。まあ、放射冷却が効いても霧になるまでは冷え込まないと思いますが、ベランダに出て星を眺めていると寒気が来たことをイメージさせるような冷え込みですね。たまに積雲が流れてきますが、今夜はおおむね晴れかなと空読みしています。いただいてます。空読みマスターですね、はい、本当に綺麗、星が。これをまた写真に収めるのもすごいですね。綺麗、はい、オリオン座で見えてますね。本当だ。まあ、でも栃木では綺麗に晴れているということですね。続いて、大阪府サンニャンさんからいただきました。寒くなるというタイトルです。こんばんは。星は見えないけど雲が出てきています。けど思ったほど気温が下がっていないから、来週の急降下が体に応えそうです。暖かくして過ごしましょうねとね、コメントいただいてます。この方はそこまで
の寒さはないというふうに答えてくださってますけど、どうなんでしょうね。先日の寒さに比べたらとか、そういう何かに比べて寒いとか、やっぱ気温の変化が体に応えるっていうことがありますからね。そうですね、急にガクッと気温が下がった時に寒いって感じることがありますけど、寒さにだいぶ慣れてるっていうのもあるかもしれないですね。なるほど、どうなんでしょう、ちょっと体感、そしてこの後の天気の移り変わり含めて、予報センターにもこの後確認していきたいと思いますが、今現在、10分天気の報告どのようになっているのかご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。はい、全国見ていきますと、そうですね、いろいろ来てますけど、比較的ですね、今は穏やかなお天気なのかもしれないですね。北海道がいろいろ来てますね。ちょっと北日本ちょっと見てみますか。いろんな色が混じってますけど、吹雪やどかどかっていう報告もいくつか来てますね。あと雨の報告もまだいただいてますね。この後どうなってくるんでしょう。北海道ちょっと雪になって、しかも大雪になるなんていうお話聞きましたけど、最新情報はどうなってるんでしょうね。では予報センターに聞いていきたいと思います。では森口さん。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日は一旦、昨日ですね、昨日は一旦、体感的にも落ち着いたかなという印象があったんですけど、そうですね、日付変わって今日はどういう一日になりそうですか。はい、今日一言で言うと極寒スタート。極寒という感じでしょうかね。極寒、実はね、今日だけを表してるんじゃなくて、はい、今スタートって言葉言いましたよね。始まるんですか。始まっちゃいます。極寒ウィークですね。結構毎回毎回寒気が来るたびに今シーズン一番ですっていう風におっしゃってますけど、予報センターの方、今回の寒気も今シーズン一番ですか。そうですね、かなり冷たい空気というのが流れ込んできてます。上空もそうなんですけど、ね、はい、一番、ね、下層の寒気とかよく言うんですけどもね、はい、そのよく850ヘクトパスカルあたり1500メートルぐらいのところの寒気の様子を、はい、よく見るんですね。で、その850ヘクトパスカルの寒気もぐーっとね、南の方まで下がっていきます。ちょっとこちら見ていくと、はい、この左側の赤い線になってるところ、はい、これが850ヘクトパスカル1500メートルぐらいのところの気温なんですけど、はい、一番この赤い線がね、何本かあるんですけど、0度マイナス3度、マイナス6度、マイナス9度という線があります。なんかこう線の入り方もちょっといつもと違わないですか。うん、これね、まだまだ入ってきてないんですけど、はい、動かしていきますよ、はい、これでこの後の午前6時がこの状況、だいぶさっき見ていたところよりぐっと南下してきましたよね。まだ続きますよ。これで午後3時、はい、さらに南にこの線が下がってきたの分かりますかね。ありますね。ちょっとなんかちょうど日本列島に沿ってる感じもしますね。そうですね、はい、でね、まだ下がりますよ。これで、24時間後この後の0時ですね、もうマイナス9度という線が、はい、この関東とかにやってきてしまうんですよ、はい、これもなかなかないですね。これはどういった線なんですかね。これね、通常ここのあたり降水がありますよね、はい、これ結構しっかりとした雪をもたらすぐらいの、寒気という感じになります。だいたい目安としては気温どれぐらいで雪なんですか。そうですね、だいたいマイナス3度から6度ぐらいのものがかかってくると、もう雪になるかなといった感じですけれどね。じゃあ結構
確実に雪になりそうですね、はい、そうですね。この雪になるというのは今回ほぼ、はい、この後関東方面のマークも後雪のマークになってますが、はい、雪になるのはほぼ確実といった感じになってます。で、はい、いつもね、はい、関東で雪を降らせるときってよく南岸低気圧、はい、南岸低気圧って言うじゃないですか。言いますね。今回その南岸低気圧じゃないんですよ。特に南岸低気圧が原因ではない。何が原因なんですか、うん、このね JPCZ 上の、はい、ここからねこうつながるような前線になってるんですね、はい、この JPCZ と呼ばれるのはこの日本海西部の方で北風と西風がぶつかってできる雲のライン、はい、でここからまあその風と風がぶつかるような場所がこの関東方面までこう伸びてしまってるんですよ。でこれ自体は珍しいことじゃないです、はい、この JPCZ 上の、まあ、視野って言ってますけどその風と風がぶつかるような場所が関東を通過していくというのは今シーズンも何回もあります、はい、ただあまりその場合で雪っていうのは、まあ、ちらつくぐらいはあったんですけれども、はい、そんなに雪雪大騒ぎはしてないわけですね。そうですよね。 で今回この寒気が強いので、はい、この風と風がぶつかってできる雲が発達しやすいということになるんですね、はいはい、ですので今回は今日の夕方以降のものは南岸低気圧じゃないんだけれども関東でかなり雪が降りそうだぞというような予想をしているわけですね。もうちょっと寒気が弱かったりすると雨で済んでたかもしれない。そうですね、にわか雨で済んでたりもしますね。あ、それが結構両方ダブルパンチだったために結構しっかりとした雪になるかもしれないってことですか。そうですね。で今のところは東京都心で、はい、雪が道路に積もるということはないだろうというふうのが予報センターの見解、まあ、芝生ぐらいにうっすら積もるかなというのが東京都心の最新見解なんですね、はい、ちょっとマップで見ていくとこんな感じで考えています、はい、ちょっと待ってくださいね。うん、こちらか、はい、雪が続きますね、はい、これがね、この一番外側の線、はい、これが、まあ、こんな感じ、芝生には積もるんだけど道路には積もらないだろうと、はい、言ったのがこの東京や埼玉市、はい、あるいは横浜千葉といったエリア、まあ、都心部ですよね。あ、この間千葉入ってませんでしたけど今回入るんですね。入ってますね、はい、で、まあ、このレベル、ただ、はい、予報センターの裏話というわけじゃないんですけれどもこれね、はい、この状態になるだろうという予測は実は 50% ぐらいで考えてるんですよ。 50% これは低いんですか。いや実は残りの 50% は道路に積もる可能性もあるなというふうに考えてるんですね。悪い風にも考えられると。はい、うーん、でその残りの 50% になる要因としては、はいはい、今関東南部の降水の始まり、まあ、最初雨で降り出すだろうというふうに見てるんですけど、はい、その雨の降り出しがだいたい夕方、まあ、17時とか18時とか、はい、このあたりで降り出してそれでだんだん雪に変わってくるだろうというのが今の予報の本線なんですけれども、はいはい、残りの 50% 道路にも積もるような場合というのは、はい、結構ね早いうちから雨になってしまう。あ、もっと17時以前にということですか。もう昼間の間から、で早い間から雨になるとなんで、道路に積もってしまうかというと、はい、結構ね昼間、ま、太陽とかが日が差してくると気温が上がったりして、ま、道路の温度が上がっていくわけですよね、はい、日差しがあったりすると、うんうんうん、でその道路の温度が上がった状態であれば多少ね雪が降ったとしても溶けてしまって積もらない、はい、ということになるんですけど、これが昼間の間から雨が降ってしまうと道路の温度が上がらないんです。なるほど、冷たいまま。なるほど、で冷たいままのところに今度雪に変わってくると積もりやすくなってくるということなんですね。だから明日関東が積もるか積もらないかっていうのは実際に雪が降り出す前も結構ポイントなんですよ。
降り出す前、最初から雪ってことはないんですか？そうですね、夕方から雪という可能性もあります。そこはあります。そうですか。じゃあ降り出し結構注目なんですね、うん、降り出してね。であともう一つのブレ幅、はい、道路に積もる場合というのは、今予想より予想ではね、まあ降って最高レベルでも心身程度ぐらいといった感じなんですけども、これがどかどか降るような可能性、これというのもあるんですね。しっかり降ってすぐ積雪してしまうという、そういうことですね。今のところだと、はい、さっき言ったその昼間の間から雨が降って、はい、積もりやすくなるパターンが 50% のうちの残り 35%、はい、で降水が強まって雪が強まって、はい、道路に積もってしまうというパターンが残りの 15% ぐらい可能性あるかなというふうに考えています。なるほど。都心で道路に雪が積もってしまうと大混乱になりますからね。そうですね。ですから、結構ね、降るのが夕方以降、まあ夜メインだっていうのはあまりブレがないんですね、はい、なので明日は早く帰ってねというのが一番のメッセージですね。そうですね。可能な方は車の通勤やめた方がいいですね。そうですね。なるほど、わかりました。それでは、全国的にも確認していきたいと思います。西日本からお願いします。はい、西日本は、この時間もね、少しポツポツっとした雨のところがあるんですね。はい、はい、こんな状態で、このポツポツとしているのは実は前線なんですよ。で、はい、前線ということは北側に、はい、冷たい冬の空気があるわけですね。なので昨日はね、かなり過ごしやすい一日といった感じだったんですけれども、はい、今日の西日本はかなりの極寒という感じになっていきます。九州でも最高気温がね、ちょっと待ってください。ちょっと変わらないな、こちらが今日の九州の気温ですね。はい、最高気温でもあんまりこう変わらないですね。最低と変わらないですし、はい、一番高い気温でも6度とか5度とか7度とか、はい、こんな気温になります。うん、これね、九州だけではなくて他の西日本各地も同じ状況ですから、はい、とにかく今日は寒い。とにかく寒い、はい、結構寒気の影響、割と北日本だったり東日本だったりまで影響するっていうことありますけど、今回も全域ですもんね。そうですね、さっき見た通り、結構日本にこう平行に寒気やってきてますから、したから、はい、西からとか東からとか北からとかじゃなくて、結構明日から一気に寒くなってくるかなと思いますね。なるほど。こちらは雨だったり雪の心配はないんですか？日本海側で、はい、このさっきも言いました JPCZ という、はい、風と風がぶつかる場所があるんですね、はい、それによって山陰はかなり大雪になりそうです、はい、こちら朝のうちは雨で経過しそうなんですけれども、はい、昼間どんどん雪に変わっていって、はい、こちらもね、結構市街地でも積もったりするような、そういう降り方になっていくかなというふうに見ています。で、山陰だけではなくて九州北部も同様ですね。九州北部も、あ、ごめんなさい、九州、近畿北部、近畿北部、はい、近畿北部も同様、はい、九州の方は、日差しがあるかなといった感じですね。なるほど、分かりました。まあ、でも冬特有の、天気の分布ということですかね。うん、そうですね。ただ、はい、瀬戸内方面あるいは近畿の京阪神方面、ちょっとにわか雨の可能性はあります。なるほど、分かりました。続いて東日本、大きく言うとどうでしょうか？はい、東日本も寒い寒い寒いですね。変わらないですね。変わらない、はい、で、先ほど言った通り関東は夕方以降の雪、はい、これで、早めの帰宅がおすすめといった感じになります、はい、でもう一つ北陸方面、はい、こちらも雪という感じになります、はい、結構もう真冬の天気で、こちらもしっかりと積もってしまうようなこともありそうですね。これは豪雪って言ったことになる可能性もあるんですか？そうですね、ちょっと山の方だとそういった可能性もありますね。で、特に特徴的なのはですね、はい、これ明日だけで終わらない、ごめんなさい、今日だけで終わらないんですよ。
続くんですね、しばらくずっと続いてしまいます、はい、こんな感じで雪幕ずらーっと並んでますよね、はいはい、今週いっぱい心配なんですね。そうですね、はい、分かりました、はい、で名古屋とかこの辺りだけは実は寒気の入り方が他と比べて遅いんですよ、はい、ちょっとこちらで見ていただくと少しだけねここがこの辺りピコッとこの辺りだけなんかとんがってるの分かります？このマイナス3度の線がピコッとここだけ、これでね東海あたりは寒気の入りが少し遅めになるので、はい、この辺りだけは、極寒まではいかないかな、寒いは寒いですけど極寒まではいかないかなというふうに見ています。なるほど、極寒まではいかない、うん、でもこれまた今週ずっと見ていくと寒い日が出てきたりってことなんですか？もうそうですね、明日はそうですけど明後日以降は極寒かなと思いますね。ちょっと歩みがゆっくりなだけなんですね。はい、わかりました。続いて北日本お願いします。はい、北日本ポイントとしてはまず道東、はい、こちらがねかなりの大雪なんですよ。道東もうすでに、はい、これ昨日からの雪の積もり方なんですけれども、はいはい、もう10センチを超えるような、積雪増えているところが見られます。黄色いマークになっているのが昨日の夕方から今のところまでの積雪の増加量で、これ朝までもっともっと積もってきます。30センチ40センチと積もっていくようなところも道東太平洋側ではありそうなんですね、はい、でその後日本海側の方でもどんどん雪雲が流れ込んでくる状況、はい、こちらも寒気の影響を受けますので、はい、朝までは道東で大雪、そしてその後は日本海側で吹雪、こちらに注意が必要といった感じですね。なるほど、これまた積雪の急な増加っていうのが難点ですね、はい、うん、それとね積雪もあるんですけれども、うん、湿った雪なんですよね、ほう、道東なのでかなり重い雪、はい、雪かきが大変といったことにもなりますし、あるいは電線にこう降り積もって、はい、電線を切って停電といったようなこともあるんで、はい、今日、まあ、これからお休みという場合ちょっと懐中電灯とかね用意しておいていただくと念のため安心かなと思いますね、はい、それからね、はい、実は今日ごめんなさい昨日か暖かかったんですね北海道、はい、だいぶねリポートでも届いてたんですけど、そうですね、これがね、はい、昨日の昼間の北海道の体感です。皆さんからいただいている12時から15時のピンク多いですね、はい、36.4% の方が暖かいと言っていました、はい、で北海道1月の北海道なのに雨で、はい、雨が降っていたというところもあるんですね。これってすごい珍しいことなんですか？うん、そうですね、もう2月とか3月とかになってくるとね、はい、そんなに珍しくないなと思いますけど、1月だとそうですね、まあ、低気圧がね南岸低気圧通過していくときはあるんですけどね、はい、そんなにめちゃめちゃ珍しいということではないかと思います。なるほど、はい、ただこれ雨が降ったことによってリポートでもいくつか届いてるんですけれども、はい、道路が溶けて、はい、雪が溶けたところにまた朝凍ってしまいそうなんですよ。あ、そうするとまたツルツルのスケートリンクな状態、これね皆さんおっしゃってますけど雪のままの方がよっぽどマシということなんですよね、はい、道路の状態が。そうか、溶けたり一旦溶けるっていうのは怖いんですよね。一旦溶けてそれがまた凍る、そうするとスケートリンクのような状況になってしまうと。なるほど、じゃあちょっと、まあ、もう各地とも注意がたくさんありますね。そうですね、はい、まあ、はい、各地とも一言で言うとその寒い極寒、こいつが悪さを各地にもたらしているという感じになります。わかりました。東北も同じくですよね。そうですね、はい、東北もね日本海側ほど降りやすい状況という感じになっていきます、はい、東北のマークはこちらですけれども、はいはい、太平洋側は、ね、日差しが出るんですけどもこちらも極寒になりそうです、気温の様子を見ていっても、かなり気温はあまり上がらないといった状況ですね、はい、で日本海側は雪まだね、午後後半ほど
東北の日本海側は降りやすいといったような状況になっていきそうです。午後ほど降りやすいということですね。わかりました。はい、森口さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで全国各地極寒でのスタートの月曜日となりそうということです。もう各エリアごとじっくり聞いていきましたけれども、皆さんのご自身のエリアのお天気もう一度確認して明日に備えて、今日の朝に備えていただきたいと思います。ではここでは森口さんの解説をおさらいしてまいりたいと思います。ポイント解説です。それでは見ていきましょう。明日はこの低気圧が東に去り、そして高気圧がちょっと近づいてくることによって西高東低の冬型の気圧配置になります。そしてもう北風がすごい勢いで入ってくるということで寒気も引き連れてきます。もう全国的に非常に強い寒気で包まれるということですので、朝も全国的に極寒の一日となりそうです。続いて、そしてですね、関東エリア特にですね、JCPZ の風の、風と風がぶつかり JPCZ の風と風がぶつかり合うところに雲が非常に発生しやすくなってます。この雲から雪が降る可能性があるということで、特に夕方から、雨が降り出して雪に変わってきて積もる恐れが今 50% というふうに予報センターの森口さんもおっしゃってました。ですので、もしかしたら芝生あるいは道路に雪がうっすら積もってしまうかもしれません。関東の方、車で通勤通学の方特に気をつけていただきたいと思います。続いて、はい、もう強烈な寒気にも覆われてくるということですので、非常に極寒な、1週間のスタートとなりそうです。もう月曜日からちょっと厳しい寒さでのスタートになりますけれども、今週も 1週間続きますので、もう万全な防寒対策で出かけるようにしてください。ということで全国のお天気お伝えしてまいりました。
ラスト30分になりました。ここからは、お楽しみの、私が楽しいんですけど、楽しいコーナーです。日替わりで楽しまないと、ソライブ24 8 or W 恐怖のコーナー、怖いですかこれ。いやいや、それではですね、先週1週間ソライブ24であったパチパチパチのシーンと WWW のシーンを振り返ってまいりたいと思います。それでは、そうですね、まあ、趣旨としては皆さんがちょっとでもソライブ24が好きになっていただけたら嬉しいなということでやらせていただきます。じゃあまず一つ目の名場面いきましょう。あ、さっきもそうですね、あのナイトのゲストの方ですよ。19日木曜日にゲストで出ていただきました三枝さんのワンシーンです。どうぞ。行くとしたらっていう、どこに行くっていうのはまだ言わないです。あの行く場所はですね、いろいろな、いろいろ考えてます。あの、はい、最終目標、夢は北極海というところに、あの当ててます。フォーカスを当ててます。北極海へ自分で走っていくというのが、まあ、一番の夢なんですけれども、まあ、そこはすぐに、まあ、できるような状況ではないかなと思いますけど、はい、結構ハードルがあったりするもんですかね。そうですね、まず動かすっていうのが、そうですね、ちょっとすいません、携帯が音入っちゃったんですね。すいません、私これ全然気づかなかったんですよ。なんかすごい気にされてるなとは思ってたんですよ、喋ってる時に。あの三枝さんが名元の携帯をどうしたんだろうと思ってたんですけど、チャットの方が気づいてくれて止めたみたいですね。あのバシさんがいた頃はというか違う番組だったんですけど、出たりしてましたね。あのその人の携帯を取ってバシさんが出たりしてましたね。いや、そんなこともありま、まあそういうこともありますね。緊急出動要請がきっとあったんだと思います。聞こえないと思ったんだろうね、あの三枝さん、マイクのそばにあるから。入っちゃった。はい、さあということで、まあこんなこともありますよね。はい、そっか、ちょっと遠くの方に置いとくだけでも違うんですけどね。はい、まあ、これがトラウマにきっとなると思います。はい、では続いての、名シーンいきましょう。こちらも迷う方ですね、笑う方か。20日の金曜日サンセットからです。横町さんでした。新コーナーっていう題名ですけど、何でしょう。どうぞ。さて続いてのコーナーはですね、まあ今回の劇編から始まったコーナーなんですけど、何でもタイトルにちょっとまた今日変化があったなんて話を今スタッフさんから聞きました。行きましょうか。リポート風月誌、あ、間違えた。間違えちゃった。せっかくなんかもうここから声出したのに。あー、音楽も止まっちゃった。スタッフさんも多分気合い入れてくれてて、今よしみんなに初お目見えだボーンってやろうと思ったはずなのに。引いてましたね、しばらくね。